聖パトリック大隊の旗、聖パトリック大隊の旗、聖パトリック大隊、またはサンパトリシオスは数百人のアイルランド人、ドイツ、スイス、スコットランド人、そしてその他のカトリック教徒のヨーロッパ人で構成された軍部隊である。全体の40%がアイルランド人のカトリック教徒であった。彼らは1846年から1848年までの 米木戦争でアメリカ合衆国から逃れてメキシコ軍の一部としてアメリカ合衆国と戦った。米木戦争を戦った世代のアメリカ人にとってサンパトリシオスとは裏切り者、売国奴と考えられる。しかし同世代そして次の世代のメキシコ人にとってはサンパトリシオスは支援を必要としていたカトリック教徒を救おうとした英雄であった。ある歴史家は 聖パトリック大隊のメンバーをあまり幸せではなかった、不平分子として特徴付けている。この特徴付けの下では、隊員たちは高い賃金と土地の贈与を当てに、メキシコ側に着いたことになる。ウィリアム・イト戦争の後の1691年10月3日に、締結されたリメリック条約への同意により、17世紀初頭、多くのアイルランドのジャコバイトの勢力がフランスへ出向いた。 これ以降、国外に居住するアイルランド人はカトリックの国の軍隊に勤めるのが長い伝統となった。もっと最近の歴史では南アメリカの独立戦争でもアイルランド人兵士が役割を果たしている。これらの人々の大多数は北東のアメリカ合衆国の港からやってきた移民であった。 彼らは当時大英帝国の植民地の一部であると考えられていたアイルランドでの非常に不十分な経済状態から逃れてきた。聖パトリック大隊が活動していた期間はアイルランドのジャガイモ基金とほぼ重なっている。アイルランド人や他の移民は到着して間もない頃に直接兵役に募集された。少数の者は南に行く途中、ザカリー・テラー将軍によって、 戦後の給料と土地の約束と共に徴兵された。メキシコ人作家のホセラウル・コンセコは当時多くのアイルランド人が北テキサスに住んでいてインディアンによる度重なる襲撃のためやむを得ず南へ移動したと書いている。戦争の初期には彼らは現在のテキサス州ポートイザベルにあったセントイザベルの砦と補給基地を攻撃するテイラーを助けた。おそらく メキシコ人もカトリック教徒であったことに気がついたか、またはメキシコとアイルランドの状況に似た部分を認めたことで、少なくとも理論的にはアイルランド人は侵入するアメリカ軍に反対したと言える。しかしながら、放棄に関する他の動機の可能性については多くの説がある。他の軍人や上級士官の彼らに対する不当な扱い。 日曜日へのミサイ出席させないなど彼らの宗教の監修を自由に許さない300エーカー以上の土地の提供というメキシコからの申し出、戦闘に勝利したアメリカ軍部隊の行為を目撃したことなどが挙げられる。とはいえ、第一の動機がメキシコとの共有された宗教と共感であったということは、大体でのアイルランド系のカトリック教徒の数、ジョン・ダイリーの手紙、 上級士官の戦場の配置などに関する証拠に基づいて明確である。パロアルトとレサカデラ・パルマの戦いでメキシコ軍の中に出現した時は後の聖パトリック大隊の中核を形成する兵士たちはディージェンでエクストロン・ハロスと呼ばれた。メキシコ人は一般的に彼らをロス・コール・アラドースと呼んだ。1846年9月21日の モンテレーの戦いで、聖パトリック大隊は、ジョン・ライリー司令官の下、砲兵隊として、初めて正式なメキシコ軍の部隊として戦った。イギリス陸軍の退役兵か1843年に、カナダから来た、歌手官であった、このアイルランド生まれの砲兵のジョン・ライリーは、1845年9月に、ミシガンのアメリカ陸軍に加わったが、1846年に、またモロスで逃亡した。 モンテレーの戦いでは、サンパトリシオスは、多くのアメリカ兵を借り取ることで、攻撃の腕前を証明し、都市の中心部へ二度の猛攻撃を仕掛けた。しかし彼らの執念は、そこでのメキシコ軍の敗北を防ぐことができなかった。モンテレーでの交戦の後、サンパトリシオスの数は増え、ある見積もりではおよそ800名の兵士に達していた。以前の戦闘でのアメリカ軍の指揮は、 カトリックの教会に避難していた人々に対して発砲するなどしたためアメリカ軍からのより多くの逃亡を引き起こしていた。サンターナもカトリック教徒のアメリカ軍部隊に対し宗教を尊重しない軍と国からの逃亡を奨励する通告を発した。すべての新規兵が逃亡者ではなくメキシコに住んでいたヨーロッパ人のカトリック教徒もいた。軍隊はサンルスポト市の戦いで 再び集結し、彼らは建物を刺繍を施した独自の緑の絹の旗をそこで旗めかせた。メキシコシティから派遣されたサンターナニ指揮下のより大きい軍に合流するため、彼らは北方に進軍した。2月23日にヌエボレオンで起こったブエナビースとの戦いでは、パトリシオスはアメリカ軍と交戦するようになった。彼らはメキシコ軍所有の最も大きい3つの大砲を、 割り当てられ、戦場をすべて見渡せる高台に配置された。メキシコの大砲を捕獲しようと不守備に終わった、アメリカ軍のクワてで、彼らは多くの死傷者を出した。サンパトリシオスは反撃し、アメリカ軍の二つの大砲を捕獲した。この戦いで数名のアイルランド人兵士が勇猛さを称え、メキシコ政府から名誉の十字架を贈呈され、他の多くの兵が昇進を受けた。 一連の交戦における彼らの砲兵としての優れた実績にもかかわらず、人数が激減したサンパトリシオスは、1847年、中頃にサンタアナの個人的な命令によって、より大きな不評大隊を集めるよう命令され、多くの他のヨーロッパ人主権兵を含む、ホーリンレギオン・オブ・パトリチオスと改名された。フランシスコ・アール・モレの大佐が全体を統括し、 第一中隊をライリーが、第二中隊をサンティアゴ・オラーリーが指揮した。1847年8月20日のチュルブスコの戦いにおいて、ロスブラボス大隊と共にサンパトリシオスの両中隊は、チュルブスコ修道院の強壁を占領した。数では絶望的に劣っていたが、防衛兵は銃弾が切れるまで攻撃するアメリカ軍を多大な損失を受けながら押し返し、 メキシコ軍士官は高3の白旗を挙げた。サンパトリシオスのパトリック・ダルトン隊長は白旗を引き下ろし、兵士に必要なら素手でも戦わせるよう、ペドロ・アナヤ将軍を促した。アメリカ軍一兵卒のバランタインは、メキシコ軍がさらに二度発揮を掲げようと試みたときに、サンパトリシオスの隊員が銃撃し彼らを殺したと報告した。アナヤ将軍は、彼の戦旗の中で、 35名のサンパトリシオスが殺され、85名が捕虜になり、85名以上が撤退するメキシコ軍と共に逃げたと記している。彼らは2週間ちょっと後のメキシコシティの戦いの前に一時的に再結成されたが、かつての数には決して回復せず、1850年に正式にメキシコ軍の任務から解雇された。サンパトリシオスはアメリカ陸軍に捕まり、 裏切り者の処罰を受けた。彼らはアメリカ陸軍が直面した最も困難な戦闘のいくつかに関わっていて、72名はすぐに脱走の罪で告発された。二つの別々の軍事法廷が開かれた。8月23日に宅配屋で、もう一つは8月26日にサンアンヘルで行われた。法廷では兵士は弁護士に代理もされず、弁論の筆記もなかった。 この正式な弁護士の意見の不足で、兵士の数名は手記によって脱走に至ったことを主張した。他の者は何らかの形でメキシコ軍に強制的に参加させられたと説明した。しかしながらサンパトリシオスの圧倒的多数は何の主張もせず、彼らの主張は記録されていない。捉えられたサンパトリシオスの大部分を待っていた、運命は宅場や法廷の30名と、 サンアンヘル法廷の20名の公主系であった。この論拠は彼らはメキシコの戦線布告の後にメキシコ軍の任務に就いたという点にあった。実際、米牧戦争中には9000名以上の兵士が脱走したのだがサンパトリシオスだけがこのように罰せられた。一方でメキシコによる公式な戦線布告以前に兵役を去った者は裸の背中に50回の鞭打ち。 脱走兵を示す D の文字を焼き付け、戦争が続いている間は、首の周りに鉄の首気をつけるという判決が下された。2名だけは実際にアメリカ軍に一度も加わったことがなかったという事実のために無実であることが分かった。聖パトリック大隊の処刑反逆罪による集団行使刑は1847年9月10日にサンアン減る9月13日に、 チャプルテペクで行われた。ウィンフィールド、スコット将軍の命令により、30名の3、パトリシオスは、チャプルテペクの戦いを戦った2つの軍隊が見える。ところで、要塞の上で、アメリカ国旗がメキシコ国旗に変わる正確な瞬間に処刑されることになっていた。処刑は、ウィリアム・ハーニー大佐が実行した。処刑を監督している間、ハーニーは、 前日に両足を切断していたフランシスオコーナーも、講師刑にするよう命令した。軍医が大佐に、戦闘で両足をなくした兵士は欠席していることを伝えたとき、ハーニーは、今すぐそいつを連れて来い。私の命令は神にかけても30名を講師刑に、することだと返答した。4時間半後の午前9時30分、最終的に旗は、ジャプルテペク城の旗竿の上に現れた。 ハーニーの信号で罠をかけられて結ばれた兵士を保持するカートは撤去された。迅速な処刑を要求したハーニーのさらなる陸海軍条例の違反は彼に対して起こされる告発をもたらさなかった。彼はまた次にアメリカ陸軍がメキシコシティを占領した時の彼の役職、順将へと昇進した。戦争を生き残った人々はほとんど歴史から姿を消した。 一握りはメキシコ政府によって約束された払い下げ値を利用したと公に知られている。しかし今日でも彼らはメキシコで尊敬されている存在である。聖パトリック大隊は二つの別の日に記念されている。最初に9月12日でこれは処刑の日と一般的に受け入れられている。もう一つはセイントパトリックスデーである。サンパトリシオスはまた多くの学校。 教会、そしてその他のランドマークに、彼らにちなんだ名前が付けられている。モンテレー郊外のアイルランド人学校の前の通りは、ボトロン・デ・サン・パトリシオと名付けられている。南下して、メキシコシティにあるサンタマリア・でチュルブスコ修道院の前の通りは、マーティリス・アーランデッサスと名付けられている。1997年、メキシコ大統領のエルネスト・セディージョは、 最初の20名の処刑が行われた、メキシコシティのサンハチントプラザでのセレモニーで、サンパトリシオス処刑の150回記念を祝った。アイルランド共和国とメキシコの両国が共同でこの記念日を記した記念切手を発行した。2004年、映画、ワンマンズヒーローの数名の俳優と共に、映画監督のランスとジェイソン・フールを含む、 多数の国際的な交換が出席した公式の儀式で聖パトリック大隊の勇気、名誉、犠牲への永久の感謝を込めて、彫像がメキシコ政府からアイルランド政府に寄贈された。彫像はクリフデンの町の中心に立っている。ありがとうございます。